アイリン塾ガラクタクラブです。今日の戦利品をお知らせします。画像編集等に使っていたスーパーパソコンです。 CPU は取り外してあるようなのですが、これをベースにスーパーパソコンを作ってみたいと思います。部品は多分倉庫を探せば出てくるはずです。アイリン塾パフォーマンスライブパフォーマンスクラブ、アイリン塾ライブパフォーマンスクラブオーケストラ、そこの CD とかの制作に使えればと思っています。続いてシャープの CD、MD プレイヤーです。おそらくは感動品ではないかと思います。まだチェックはしてません。今日も小春日和の道の記念館です。本当に穏やかな天気です。このまま冬が来なければいいんですけどね。紅葉が綺麗です。今日は冬の準備で薪棚に薪を積みました。この辺を片付けたらすっきりしました。残りは来年の分の薪です。近くのもみじもきれいに紅葉してます。一応神の木が宿る場所と勝手に思ってます。煙突からの煙が分かりますか？なかなかいいですよ。焼き芋もおいしく出来上がりました。ガラクタ第二倉庫です。オーディオ機器なんかもたくさんあって、きちんと整理すれば面白い場所だと思います。なんとか断捨離を始めています。片付けばいろんなことに使える場所となりそうです。今日はアイリン塾ライブパフォーマンスオーケストラが CD を制作するに難儀しているようなので、パソコンをプレゼントしたいと思います。ガラクタ倉庫からデスクトップのパソコン見つけました。これからチェックに入ります。ガラクタ倉庫のレコードです。いやあ、まだたくさんあります。ほとんどがクラシックですが、中にはとても貴重なものもあるようです。